その声とともに、僕も人として、選手として成長させてもらいました。キャプテンマークを巻き、オレンジ色に染まる4万人のビッグスランで、僕の応援歌を歌ってもらい、サポーターの皆さんと勝利を目指し、プレーできたことは僕の誇りです。オレンジ色のユニフォームを着て、プロ生活をスタートし、オレンジ色のユニフォームでプロ生活を終えることができて、本当に幸せです。今日でサッカー選手としては最後になりますが、これからもアルビレックスとともに戦っていきたいと思います。新潟を愛する皆さんと力を合わせ、1年で必ず J1 に戻ってきましょう。最後になりますが、サッカーを始めてから応援し続けてくれた両親、僕のサッカーを第一に考え支えてくれた妻と子供たちに感謝したいと思います。最高のチームメイトと戦えた僕のサッカー人生は最高でした。本当にありがとうございました。